おごってもらえる仮面ブックメーカー当初化粧。お疲れ様です。今日はベットしようとサイトにログインしましたら、今回円に変えたアカウントとユーロのアカウントの両方存在するので、どちらかを削除するように連絡がありました。もちろん英文でユーロを削除するようにお送りしましたが、反映は明日になりそうです。それまでベットはできない状態です。まあこれで完全に円アカウントが成立するみたいので、よしとし今日はノーベットでお願いしますと。ああこれアカウント両方持ってたんですね、両輪。へえ、なるほど。ということで鷲津さんが完全にフュージョンしましたね。フュージョン、ベジータと悟空がフュージョンですね。はい、フュージョン終わりまーす。